はい、こんばんは。今日はね、筋トレ道具の紹介っす。これ何かわかります？なかなかわからないですよ。これね、ゴールドジムのね、パワーグリッププロを紹介します。今日はこれ、これ何するもんかって言ったらね、まあ握力の補助。やっぱり高重量を扱うと握力がついてこうへんとか、握力が元から弱いとか、そんな人にもおすすめ。まあ物を先紹介します。これ、ここ、これ自身がね、もうすごいグリップになってるゴム製で、だからここで滑らないっていうのと、あとはここ手首に巻くっていう感じですね。で、ここにね、スポンジがついてるんでね、手首が痛くならないです。実際つけると、まずこうするんで、こう返して、簡単ですよね、この辺は。超簡単。ここで締め付けてやって、マジックで止める。まあ、こんな状態なんです。こんな状態、変なことですよ。で、この状態でどうやって使うかって言ったら、これバーやと思ってください。で、バーがあったらこう、こう通します。で、こう握ります。あ、それだけです。こうやって滑らないっていう原理ですね。まあ、単純に言えば、リストストラップのなんか、ちょっと変形版みたいな感じなんですけど、これで、一巻きでいけるんで、裏こんな感じですね。一巻きでいけるんで、くるくる巻く必要がないんで、すげえ楽。例えば、弁当オーバーロードとかするときにね、これ、いちいち巻くもめんどいし、これやったらもうワンタッチです。ワンタッチ。あと、懸垂っすよね。懸垂するときって、巻きにくいんですよ、すごい。なら、そのときにこうやって、すぐできる。すぐできる。これ、すごい便利です。時間短縮になります。ダンベルでスクワットとかするし、もう腕きつくなるじゃないですか。だからこういうのを使ったらすごい楽やと思います。もう握力はほとんどいらないんで、トレーニングに集中できるし。まあ、ここまでね、説明したんで、もういいとこだらけで、何も悪いとこないかなって思うと思うんですけど、悪いところもあります。まずね、やっぱりここマジックテープで締め付けるだけなんでね、若干ちょっと遊ぶんですよ。遊ぶし、で、これを巻き込むんですよ。こうやってね、巻き込むんですけど、もう完全に巻き込むわけじゃないんで、どうしても滑ります。こんな感じ。だからここが遊んでるんですよ。ここが、ここはどうしても遊んじゃうんで、やっぱちょっとずつは滑っていきますけど、全然100キロとかもっといけるな。130とか全然いけるっす。そこまでは、そこまでだったら全然滑らない。150よりも滑らない。やっぱりね、いざという時、デッドリフトとか高重量を扱う時はね、ちょっとあんま信用できないですね。まず理由は、当然なんか滑ってくる。やっぱりこの、巻いてるわけじゃないんで、で、このグリップとバーが当たってて、ここに手が当たってて、なんかそんなんで止まってるだけなんで、アフムの補助、リストストラップの補助なんですけど、それはもっと弱いです。こっちで、あともう一個怖いのは、ここマジックテープだけなんで、これが剥がれたら、取れたらもう一気に取れちゃうんですよ。これそう、危なそうです。最初のうちは大丈夫だと思うんですけど、で、これの多分これ、ここのグリップはね、なかなか死なないと思うんですよ。僕の予想ではね、死なないと思うんですけど、こいつの寿命はおそらくこのマジックテープ、これね、マジックテープの寿命やと思うんですよ。このマジックテープね、ちょっとゴールドジムの商品使ったことある人やったら分かると思うんですけど、これリストラップね、リストラップ、これね、すぐあかんくなりません。これ別に商品自体が壊れるわけじゃないんですよ。ちぎれるとか何があかんって、これもね、ここのマジックテープの寿命なんですよ。これ見て分かるようにね、ちょっとね、なんていうのかな、あんまりしっかりしたやつじゃないんですよね、これ。最初はグリップするんですよ、このタイプ。だけど、だんだんボロボロになっていって、ここの毛がなくなっていくんで、結局、くっつかなくなるんですよね、これが。ほら、もう今やもう全然くっつかんという。これが絶対、同じなんで、これにも起こってくると思われます。だからこれね、改善してほしいといえば、これ、こういうタイプに変えてほしい。マジックテープの部分を。
こういうタイプは強いです。しっかりしてる。だからいつまでもね、結構持つんですよ。全然寿命が違う。こういうタイプ、受け口が。まあ普段のトレーニングでこれ結構便利です。僕はまあ気に入って使ってますけど、いるいらへんで言ったら多分いらんかな。あまりそこまで必要性がない。そんなまあまあまあリストストラップあったらええやんっていう話なんですね。これでリストストラップの代わりは 100% 務められへんけど、リストストラップやったらめんどくさいけどこれはいらん。リストストラップ買おうと思ってて、これを買おうか迷ってる人は先に絶対リストストラップ買ってください。でそのリストストラップでもめんどくさいなと思う時の補助でこれ使うならありやと思うんですけど、これだけでいこうと思うなら結構値段も高いし、そこまでグリップ力ないんで、他のトレーニングでは使えるけど、まあ、肝心なデッドリフトとかではあんまり使えないと思います。僕は握力弱いだけかもしれないですね。以上、ゴールドジムのパワーグリップでした。じゃあねー。